5の場合にはちょっとこの手を捨ててから、はい、これやこれ加えてちょっともう少しやりましょう。ちょっと手がっつり持ってもらってこれで上がらないようにしてもらう。ガツって入った時に上がらないようにして、それでも捨てる。これこうやってやったらこっちは行かないから、だからこれ自分の後ろに捨てる。行かないようにしても、こうやって清潔に引き換わってくると、こういうふうに入れるよね。行かないように。ここに、こう位置ができない。じゃあ、ここ入んなきゃダメ。なる、下。こう。で、引き換わる。ここに着いたらダメ。気にしないで。ピューって言うんですよ、ピューってこう。こうやってほしいんです。もうちょっとじゃあ、まあ練習の途中でそういうふうに、ちょっと疲れていいと。で、ちょっとお互いに、ちょっとしちゃって。この手、このまま、もう垂直には上がらないんだよ。だから、こう一回出さないと、こう出してる。こう出して、後ろ捨てる。ここ使ってできた。かといって僕は最初言わなかったのは、こうやってやりすぎたら良くないから言わなかったんですけど、こう、行かないのそのまま、このままみんなバッタリよくしてるけど、バッタリなってやってない。こう出すの、こう踏むの。これから上げるのよ、後ろに。それで、はい。ちょっとガツンってなったら、こうなって人が伏せられちゃったら、こういうふうにやったりします。だから体使って、こっち、少しこう開いてたから楽かな。ちょっとその辺、何しろ、まっすぐ上がらないんだよ。ちょっと出す、この辺。引っ張って出すんじゃなくて、ちょっと、こっから、もう少しだけ。それから、打ってきてもらって、こうやって、こうですよ、こう。ここどうぞで入れ替わったっけ。今度はね、最初これましたよね。今度はね、こっちからじゃなくてこっちからって、そうするとこうやりますけど、こう入った、こう入ったのがこっちから、そうするとこう、ここに、はい、今度こう来たのがこう、こう入る。こっち、ちょっと難しいですけど、ここにこう入る、こう入る、こう踏む、こう踏む、あれしないとやっぱりたまたまこう、こう入ってきたの。だからこっちから、こう入る、こっちから来たか、こっちから来たか、こっちから来たか、こう思ったの。こう来たか、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 こう来てこう入ってくるのが、ここからバーンとこのまま行っちゃう。これが、行ったら、こう要は、だから線でもらって同じ形でバーンと上がったらこれ線でしょ。で、こっち使えばこういう風に、そうすると割と簡単に今日は危ないな、こう来たから、そしてこっちの方がさっきはこう来てそのままないでした。これが足ついてじゃないんで、こっから足がこっち入ってくる。こう来たのがこっち入ってるから、その前に入ってきた。そしたら足はここに、こっち側に。こうするとわかりやすい。バーンとこう入ってきたんで、
しいよね。この手はこっち捨てた方がいい。そういう話。だから、こう来たらこっち捨てましょうか。そういう捨てるつもり。パーンって来たら、パーンって来たら今度こっち捨てる。捨てるのは向こうですよ。さっきはこっち捨てる。今度は、パーンって来たらこっち捨てる。で、捨てるんだけど、捨てる意識を持ちながらここに入る。ステリッシュを持ちながらバーンこの手向こう、こう来てバーンこの手1で足が入る。いろいろ試してるんですけど、こう来てバーンパワーゴン試してみて、これがこっちへ捨てるの、こっちへパンって。ただ捨てる意識じゃないとみんなギュー一挙の形になっちゃう。一挙のこれ捨ててないんだよ。捨てるってのはこうだから、いらないから、僕いらないよ、いらないよって5分、いらないよ、ただいらないよ、ただいらないよって、その前に線で入る。こう入ってる、こう入ったら、これでここに行かない、こういう感じ。足今使ってないけど、パンって入っといて、いらない。で、こう、アウトから足を。やったらいいかなと思った。見出せるじゃないですか。一挙いろいろどうやったら、わかりやすいかいろいろ考えてやってんだけどね。そして C7 で1000っていうのは1000、さっき言ってきたこの線この手いらない、こっちへ。そうだね、番線、この線っていう意識、線僕はあんまりね、本部通りの結婚したときは線とか動くとかって意識はあんまりなかったんですよ。で、J さんのところってね、線だとかこだわったりって言われても、ね、そういう感じが、線とかはすごい大事。何でもそうだし。で、線とかだったらあとは楽勝。そういう感じなんですね。いつも上がった瞬間にもらってるから、ね。と、技何でもできちゃう。そうなるんですよ。それを使って線でもらって手は捨てて、さら自分が入っていく。そういう形でやったら、まあ、やっていかなと。形としてはみんなこうなって棒になっちゃってからやっちゃダメ。必ず線で入って手は、ね、捨てて自分が中に手は捨てて手は捨てて手は捨てて。じゃあ少し息の形でやりましょう。捨てて、線で入る、捨てる、太いしね、線で入る、捨てる、な、入る、な、線で入ります、捨てます、なる、そういう意識。そしたら、入ってきました、捨てました、で、入りましたってやりましたね。今度は、こう入ってきましたけど、今度はこっち、変わるの、こっちでもいいし、それから、捨てて入りました、捨てます、この手を向こうに捨てます、捨てる、捨てて入りました、向こうに捨てます。どっちでもいい、こっちから入ってもいい、捨てればこっち捨てるの、線で入るの感じ。このままいったら終わりなんだけど、形としてその線でもらった相手をどっちに持っていくかね。一つ前はこっち帰って捨ててからこっち入ってきたの、向こうへ。今度はここで来るの、パンってやって向こうへ捨てるの。
今死んでもらうってさ、この時さ、僕はここにやってますよね。で、彼はこういうことやってる。ここに死んでもらってる。だから、いけないんだから。それでこれをこうやってるんだよね。立ってるのね。この辺でやってる。多分ね、そういう形なんです。多分そうじゃないかなって今ちょっと思ったんですけど、じゃあ今度先手もらって、先手もらってなんか今度いろいろ技やる。先手もらった後技先にこう相手の方来たら行かないで、最後もらってから完全にもらって何でもできます。そのうちの一つの技としてなんか高田下駅館のご利用いただきましてありがとうございます。ただいま終了20分前となりましたので、会場のご用意をお願いいたします。繰り返し申し上げます。終了20分前になりましたので、会場のご用意をお願いいたします。何しろ1000で、彼は重心、ってなっちゃった状態。ってなっちゃった状態を、僕は落ち着いて次の。じゃあ、これ、あと2、3、5分ぐらい。これ、本当に当たったようにやったらさ、止まらないっすね。ここ、来たんだよ。こっちが優しかったから。だから、本当に当てたよって、意識打たないと。ダメ。ちょっとみんな優しすぎるから。みんな優しくこう、ね、やってたら、当てちゃうんだよ。当たったよって、当てちゃいけないんだけど、当たっちゃうってつもりで、いかない。みんな練習して、もう相当何年もやってる人たちだからさ、中途半端だと、くっ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